はいどうもサックでーす。タカッシーでございます。よろしくお願いします。今日はですね、面倒くさがりの自分が面白いほどやる気になる本という本のご紹介をしたいと思います。はい、こちらの本ですね。はい、もうだってもうケツから火吹いてますからね。ものすごい、これ火なんですか？火吹いてます。ファイヤーしてます。ファイヤーしてます、ね。はい、ものすごいやる気になってる。はい、こちらの本ご紹介したいと思います。どんな本かと言いますと、この本はですね、面倒くさいことが面倒くさくなくなる本になります。はい、これを見ている皆さんは常日頃から面倒くせえなと思うことが多いんではないかなと思うんですよね。仕事に行くのが面倒くさい、家事、育児、勉強、筋トレ、入浴、美容、もうすべてが面倒くさいと。面倒くさいこと全部この世から消えてくんねえかなって思うかもしれないんですけども、はい、まあ現実的には到底無理ですよね。そうですね。はい、なんやかんや言いながらやらなきゃいけないことが山ほどあるわけじゃないですか。はい、このようにですね、面倒くさいことはまあなくならないわけですよ。だとしたら取るべき選択肢は一つです。自分の心が面倒だと思わなければいいわけですよね。僕のリトルが、はい、それは面倒くさくないよって言えばいいんですね。そういうことなんです。まあリトルが何かよくわかんないですけどまあそういうことなんですよね。はい、たとえ仕事に行こうが家事をしようが、はい、自分が面倒だと思わなければその行動は面倒な行動にはならないわけですよ。まあそれはそうですね。まあ間違いないですね。実はですね、世の中には面倒なことを面倒とは感じなくなる心理的テクニック山ほどあるんですよ。はい、しかもですね、めっちゃ簡単なんです。これが誰にでもすぐできる、実践できる、そういった心理的テクニックが、まあ、山ほどあるというふうに言われております。はい、俗に言う容量のいい人っていうのもですね、無意識のうちにこのテクニックを使ってたりするらしいんですよね。はい、なるほど。そんなテクニックを教えてくれるのが心理学者の著者が書かれた本書になります。今回はそんな本書から、日常生活の面倒くさいを吹き飛ばすテクニック、仕事の面倒くさいを吹き飛ばすテクニック、どうしてもやる気が出ない時のマル秘裏技、この3つ紹介したいと思います。すごい興味深いですね。興味深いですよね。普段からやる気になってガンガン行動した人はぜひ最後までご覧ください。ということで内容入っていきましょう。はい、サックとタカシーのおしゃべり本要約。じゃあ1個ずついきましょう。1つ目、日常生活の面倒くさいを吹き飛ばすテクニック、こちらご紹介したいと思います。これ3つあります。1つ目、とりあえず3週間やる、こちらになります。人はですね、習慣化されたものなら面倒くさがらずにできるわけなんですね。はい、習慣っていうのはもはや日常の当たり前なんで、やらないと逆に落ち着かないわけなんですよね。つまり習慣にしてしまえば面倒っていう気持ちは起きないわけなんですよ。そうですね、もうオートマチックになりますからね。そうなんですよね、体がね。ではどのようにすれば習慣化できるのかって言いますと、それがとりあえず3週間やるっていうことになるわけなんですよ。まあ、ある研究によりますと、最短3週間で習慣っていうのは形成されたっていうふうに言われております。いや、3週間続けたらもう習慣になっていくっていうのが、そうなんです、コンセンサスなんですね。あるんですよね。まあ、最短なんで、まあ、もうちょっとかかる人もいるかもしれないですけど、あ、人にもやりますね。そうなんですよ、それがまあコンセンサスなわけですよね。なるほど。しかし、あの学術論者たちのコンセンサスがそこにある。そういうことに言われてるわけですよ。はい、まあ、しかしですね、注意点が、ちなみにコンセンサスは合意っていうことですから。癖が強いな。今日の癖強い、癖強い、ね、癖強系のタカッシーをお送りしていこうかなと今日は思っています。あ、なるほどなるほど、よろしくお願いします。あんまりちょっと強くなりすぎないようにお願いします。すいません。まあ、しかしですね、これ注意点が一つありまして、はい、何かって言いますと、これね、休まずやらなきゃいけないっていうところなんですよね。なるほど。やったりやらなかったりでは習慣化するまでの期間がどんどん長くなっていっちゃうんですよね。 はい、なんで、まあ、休まずにしっかり3週間まずやりましょうと。まあ、習慣に関する方もね、僕要約してたりするんで、そちらもよければぜひご覧ください。ということで、これが1つ目、とりあえず3週間やるっていうことです。はい、じゃあ日常の面倒くさいを吹き飛ばすテク2つ目、いちいち整理整頓しない、こちらになります。例えばですね、何かの楽器を学ぼうと思ってるなら、練習が終わるたびに楽器をケースにしまってはいけません。そうなんですね。そうなんです。なぜなら楽器の出し入れが面倒で練習しなくなるからです。あ、そうなんです。もし楽器がむき出しでそこら辺に置かれていたら、ちょっとやろっかなってなった時にすぐパッと練習できるわけなんですね。そうですね、パッとね。そうなんです。このように人は手間が増えれば増えるほど面倒に感じてしまうものなんですね。まあなんだかんだそうですよね。そうなんですよね。これは仕事でも同じで、やりかけのものはいちいち片付けずにもう出しっぱなしにしておこうということを著者は言うわけなんですよね。まあちょっとこうね、雑多なところが苦手な人にはちょっと難しいかもしれないですけど、まあ面倒を減らすっていう意味ではこれが大事だということを言うわけなんですよ。
なんせ人は作業が増えると面倒くさくなっちゃうんで、面倒が嫌ならできるだけ作業の手間を減らす工夫をしましょう。だから多少ね、こう片付いてなくても OK だよっていうことを言うわけですね。シェーシェー強めやな。まあこれが2つ目、いちいち整理整頓しないっていうところで、ではですね、日常生活の面倒くさいを吹き飛ばすテク3つ目、選択肢を減らす、こちらになります、はい、日本のように豊かな社会ではたくさんの選択肢が用意されているわけなんですよね、はい、しかし選択肢が多いがゆえに選ぶのが面倒くさい、こういうのが生まれてるわけなんですよ。これね、僕すごい分かります。あ、分かります。選択するって、はい、選ぶって、はい、パワー使いますよね。結構使いますよ ね、本当なんだかんだ、まあ、ウィルパワーとかっていうところでもね言われたりしますけど、なのでそう感じないように、日常の決め事はできるだけ定型化しよう、いうふうに言っております。例えば洋服ですね、これよく言われるところですけども、まあ、持ってる服を10着ぐらいに絞って月曜から日曜まで着る服をあらかじめ決めておくとか、もしくは洗ったものを右からハンガーにかけといて左から着ていくみたいなローテーションさせたりとか、まあね、スティーブ・ジョブスは同じ服しか着ないとか、マーク・ザッカーバーグもそうですよね。なんかそんなこと言いますよね。同じ T シャツしか着ない。そうなんです、まあ、そんな感じで洋服をね、定型化するとか、あとは食事ですよね。食事もあの曜日によって食べるものを決めちゃうとかね、まあ、よくありますね、はい、作るのは面倒でも献立考える面倒は減りますよね。確かに、はい、なんでそんな感じで定型化してみてくださいと。で、選択肢を減らすっていう意味でもう一つ便利な技がありまして、それが自分ルールを決めておくっていうことなんですよね。例えばどれか買うか迷ったら安い方を買うとか、服を選ぶのに迷ったら青にするみたいな感じで、迷ったらどうするかっていうのをあらかじめ自分ルールとして決めておくんですよ。そうしたら迷っても大丈夫と、はい、なるほど。僕の友達は迷ったらどっちもって言ってました。欲深いし一つの正論です。そうです、じゃあ僕も一個言っていいですか。お願いします。迷ったらどうしたらいいか、はい、迷ったら、はい、最高の自分だったらどうするって思う方を選ぶ。最高の自分は基準にすると、最高の自分だったらどっちを選ぶっていう方を選んでください。なんかちょっとふわっとしてますけど、まあそれもいいかもしれないですね、はい、もうそれで十分、全てはそこ。あ、失礼しました。癖強いな今日。まあそういう自分ルール決めておきましょうと、はいはい、これが選択肢を減らすっていうところですね、はい、この3つが日常生活の面倒くさいを吹き飛ばすテクニックになります、はいはい、では次いきましょう。次、仕事の面倒くさいを吹き飛ばすテクニック、こちらも3つ紹介したいと思います、1つ目、ご褒美を用意する。こちらになります。なんやかんやね、これが一番効くんですよ。まあでも思いますよ。そうなんですよ、ぶっちゃけわかります。なんやかんやね、僕も、はい、今日仕事きついな、でも帰ったらもう酒飲もうが、もう中止になってるもん。そうなんですよね、うん、なんやかんやこれが一番効くんですよ。馬だって人参ぶら下げればめっちゃ走るわけですよ。そういうことですね。これが終わったら〇〇が待ってると思えば、たとえ面倒な仕事でもさっさと終わらせることができるわけなんですよね。まあ夏の暑い日ね、例えば外で草むしり、まさに書いてるじゃないですか。そうなんです、終わったらキンキンに冷えたビールが待ってると。悪魔的なうまさ。キンキンに冷えてやがる、犯罪的なうまさ。そうなんですよ、そう思うと頑張れるじゃないですか。ほてった体にキンキンの冷えたビール。最高ですよね、まあ、この時ご褒美は今回のビールみたいに一つだけじゃなくて何個か用意しておくといいよって言われます。なぜなら人はご褒美に選択肢があるとモチベーション上がるらしいんですよね。例えばこれが終わったらビールにしよっかな、ゲームしよっかな、それとも DVD 見よっかなみたいな感じで、たくさんのご褒美を頭に散らつかせるだけでもうやる気はうなぎ登りするらしいんですよ。じゃあそのご褒美も、はい、こっちでコントロールできないとダメですね。相手が出てくるともしかしたらうまくいかないパターンもあるからね、ま、誰かに褒めてもらおうとかね、褒めてくれないかもしれないですもんね。さあよしよししてもらおうとかニャンニャンしてもらおうとか、そうならない可能性があるじゃん。まあそうそう、相手が言ったらね。さあそこをモチベーションにしちゃうのはちょっともしかしたらまずいかもしれないですね。絶対最後のニャンニャンがさ頭浮かんでたでしょ最初に。まあそんな感じでね、はい、ご褒美用意してみましょうというところですね、はいはい、じゃあ次、仕事の面倒くさいを吹き飛ばすテク2つ目、8割は手を抜くっていうところですね、はい、与えられた仕事すべてに全力は出さなくていいんです、はいはいはい、全力を出す仕事はたった2割で大丈夫です、はい、これあのパレートの法則っていうのがありまして、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、仕事の成果の大部分は2割の仕事から来ていて、残りの8割はあんまり意味がないよっていう、まあ、ざっくり言うとそんな法則になります、はいはい、つまりですね、8割は手を抜いても大丈夫っていうことなんですよね。これはもう僕の頭の中でスパークしてますね。あ、スパークしてる。8割大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。じゃあ残りの2割何？まあそうなんですよ、うん、まあ、問題はこの大事な2割を見抜く力っていうのが必要だっていうところなんですけども、まあそれはまあ置いといて、なんせ8割手を抜けるなら、まあ、面倒事もあまり面倒に感じなくなるわけですよね、はいはい、2割を見抜く力は必要になりますけどね、はい、それは鍛えてくださいということですね。これが2つ目でした。
じゃあ仕事のめんどくさいを吹き飛ばすテク3つ目、作業は1回で完了させる。こちらになります。どんな作業も1回ならまだ我慢できるんですけど、まあそうですね、これが2回3回ってなるからめんどくさくなっちゃうわけなんですよね。例えばメールの返信ありますね。とりあえずメールのチェックだけして返信は後でやろうなんて考えてると返信がめんどくさくなりますし、最悪返信忘れるなんてこともあるわけなんですよね。これ僕ねめっちゃありがちなんで、もうこれめっちゃ反省しました。はい、そうなんです。なのであらゆる仕事は1回で終わらすっていう姿勢が大事になります。もうその1回で終わらせてしまえばね、そうなんです、コンパクトですからね。そうなんですよね、仕事自体もね。めっちゃ思いますよそれで。書類の作成も、まあ、何回も読み返したりせず一発で作っちゃおうっていう方ね、ふうにね著者が言います。もうすぐパーン終わりですわ。まあ、ちょっと不安かもしれないですけど、その方が一発勝負だって気合も入りますし、だらだらと作業が長引かないんで、もう決めちゃうということなんですよね。一回で終わらしましょうということが、仕事のめんどくさいを吹き飛ばしていく3つ目になります。この3つ、ぜひ活用してみてください。じゃあ次行きましょう。最後、どうしてもやる気が出ない時のマル秘裏技、こちらもねご紹介したいと思います。こちらも3つあります。1つ目、とりあえず立つ。こちらですね、なんかやる気出ないなって思ってしまうのは寝転んでるからです。それわかるわ。そうなんです。僕はあのこの人をダメにするクッション買ったんですけど、ね、これ買ってから生産性ガタ落ち、はい、マジでマジでダメになってる。うたた寝しまくり、マジダメになってる。なんでそういう人は今すぐ立ちましょう。もうね、他のことどうでもいいんでとりあえず立ってください。でそんなこと余裕でできますけどって思うかもしれないですけど、もうそれでいいんですよ。それでいい。全く何にもやる気が起きないところからとりあえず立てただけでもよしとしましょう。まず立ちましょう。赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃんがあよしよしからはいはいできて立てたねーってことなんだよ。それでいいんですよサックさん。それでいいんですよ。立てたってもすごいことじゃん。二足歩行できてるじゃん。それでいいんですよ。それでいいんです。ところがですね、人間の不思議なところでこれがとりあえず立っちゃうとその次の行動スムーズに移行できちゃったりするんですよね。例えばこたつに入って寝転がってなんもやる気出ねえって時にふとちょっとトイレに行こうって立った途端になんか流しの洗い物気になってやっちゃったりとか、あ洗濯しようって洗濯したりとか、トイレ以外の行動もホイホイとできてしまうこと結構ありませんか？僕はあります。なんでとりあえず立つだけでも莫大な効果があると間違いなしいうふうに思うんで、寝転んでる人は今すぐ立ってください。はい、これがマル秘裏技一つ目、とりあえず立つっていうところです。じゃあマル秘裏技二つ目、全身に力を入れる、こちらになります。まあ、さっきの立つのと似たような技なんですけど、もし立っていてもやる気が出ないときはこれです。やり方は歯を食いしばって握り拳をギュッと作る、これだけ。この姿勢、要は攻撃的な姿勢なんですよね、はい、人は攻撃する動作をするとやる気が出るようになってるんですよ。もうそういう原始時代からね、脳にもうぶち込まれてるわけですよ。それが、まあ、そうですね、まあ獲物を取らなきゃいけない。そうなんです。あと敵からね身を守るために、ね、そうなんです。やる気出ないとダメなんですね。で攻撃的な姿勢をとってると脳がさあ攻撃するぞっつってアドレナリン出しますって感じでやる気ホルモン出してくれるんですよ。つまり脳が勘違いしてやる気が出るってことなんですよね、この攻撃的な姿勢をとるだけで。なのでやる気が出ないときはこのポーズとるだけでいいです。なんで立ってもまだちょっとやる気出ないなって人は歯食いしばって握り拳ギュッと作ってみてください。こんな感じで全身に力を入れましょうというところです、はい。じゃあマル秘裏技3つ目、面倒だっていう顔をしない。僕よく顔に出るって言われてるからな。顔に出る人、これ必見です。先ほど脳が勘違いするっていう話したんですけども、これは表情とか言葉でも同じで、面倒だっていう顔をしてるとやる気ホルモン出ないですし、だるそうな声出してるとやる気ホルモン出ないです。面倒な仕事をやるときは満面の笑みでやりましょう。そうすると脳はあなんだ楽しいことやってんのかなみたいな感じで勘違いして、もうどんどん楽しくなっちゃうんですよ。もう行動ファースト、楽しいから笑うんじゃなくて、はい、笑ってるから楽しくなる。ああいいですね、いいフレーズですね。その通りです。僕は結構常ニヤニヤしてるんですよ。ああそれはやばいやつになってますね、ちょっと。まあでも関係ないですね。他人の目は僕が笑顔で過ごせるかどうかが重要なんで。ちょっとちょっと間違えたら一人よがりのやつになっちゃいますけど、そこは気づくけど、ね、それぐらいのね気持ちでやってもらえたらいいんじゃないかな、ね。また表情だけじゃなくて声も幸せそうな声出しましょう。このように面倒なことをやるときは、ああ自分はなんて幸せ者なんだろうっていう感じな幸せそうな声出して、で満面の笑みでやってるともうやる気も爆上がりします。なんで脳っていうのはね意外と単純なんですよね。なんでいい意味で騙してあげるとやる気も出てくるわけなんですよ。なんで、まあ、こういったところ気をつけていただけるとやる気が勝手に出てくる、まあ、マル秘裏技になるんじゃないかなと思うわけなんですよね。脳にやってもらおう。
脳にやってもらおう。僕たちじゃないやるのは、僕たちの脳僕たちじゃないよ、脳だよ、脳だよということで、まあ、この辺の、ね、テクニック使っていただけると皆さんもですね面白いほどやる気になるんじゃないかなと思うんで、ぜひ活用してみてください。ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。愛してるよ。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。